なかなかやっぱこういう事件や弁護士っていうのは、まあ、ある意味すごいなと僕は思いますけどね。あのとにかく先延ばししてですね、お金をこう、まあ、抜いていこうっていうのがね。だから彼の口座には8000万円の弁護士預かり金口座に8000万入っとるんですよ。だからそういうのも含めて先延ばししてる間にうまく資金を流していく。これについてはまさに民事再生手続きを取っているので、はい、まあ、今その千葉の弁護士、また裁判所から指定された弁護士が中身チェックしていますので、そんなにさすがに無茶なことはしないと思いますけど、少なくとも今持ってる8000万円っていうのは党のお金なんで、今回のこの裁判っていうのはネット選挙と大津さんなんですよね。党のお金を使う理由ってないじゃないですか。大津さんのためにやってる裁判の代理人で豊田先生出てきてるんで。でもまあそこをいろいろとバランスをこう調整してたのか、なんとかして、まあ党のために俺はこんだけの活動したから弁護士費をこんだけ取る合理的な理由があるんだってことをきっと後で言ってくるんじゃないかなと予想してはいるんですね。やっぱり今日の裁判官の半笑いというかね、っていう、そのちょっと呆れ返ってましたけど、法律上はね、無効にしようっていうのは分からなくはないですよ。分からなくはない。確かにそれは分からなくないんで、とにかく引き延ばしのプロですね。契約書が有効に成立していると普通は認めるものを難癖をつけると。まあ、これはもう、借用書もそうですよね。大津彩香自身が、10億、11億借りてますって4月の段階で、3月の段階で YouTube で言ってるのに、これは借りたお金じゃありません。寄付金ですとかって言ってね、平気で嘘をつく弁護士なんですよね。で確かにその主張で嘘をつくのは自由です。ちょっと千葉地裁は僕と相原さんが出てショックだったのは、第1回目の期日は僕と相原さんがそういう偽造した書面をお前ら出したのかっていうテンションだったんですよ、千葉地裁の裁判官は。いやだからそれは我々もやっぱちょっとね、疑われるのは仕方ないと思うんです。ただ要は何度も言いますけど、僕裁判の主張っていうのは証拠はダメですよ。主張は嘘ついていいんですよ。でむしろ唯一嘘ついていい場所なんですよ。だからそこが分からない人に説明をすると誤解が生まれるから、言わないところも言わないようにしてるんですけどね。まあいずれにしても、だから主張は嘘ついてもいいっていうのを利用しすぎ、かつ小出しに出してくるから期間が伸びていくんですよね。でそれが豊田弁護士の戦法なんだな。だからもちろん裁判官の心証はめちゃくちゃ悪いです。めちゃくちゃ悪いですよね。まあ、期日重ねるごとに心証悪くなってくる、ね、だって今日だって今日の朝出し切ったんですよね、判例書。そうですね、今日11時半の期日で出てきたのが10時ちょっと前。そうなんですね。で次回も裁判官がちょっとお人よしになってちょっと任せる感じだったんで、次回が1月の26に決まったのかな、はい、でこっちは1週間に出すって言ってるのに、結局もう豊田弁護士は言わないですよ、自らいつまでですかと。で裁判長もそれ聞かなかったから、横の司法院がちょっと被告の提出期限決めましょうって言って、で1月の2週間前の11日になったと。だから裁判所に言われなければ書類の提出期限も聞かない相手、仮に聞いたとしても遅れてくるというね。裁判に勝ちたいんだったら豊田弁護士は使わない方がいいけども、何らかの悪さをしていてですね、裁判を長引かせたいという方は豊田弁護士はすごくいい弁護士だと思います。もうこれはもう皮肉というか事実ですね。これぐらいイチャモンというか、なんていうのかな、難癖つけられる弁護士ある意味すごいですね。あ、ちなみに僕そういうのやらないんで、僕のところには来ないんで。いやでも本当ある意味天才ですよ。僕はやっぱり豊田、弁護士と実際僕は戦ってるわけですよね。多くの人がやっぱり本人訴訟対弁護士って勝てない、僕もそう思ってましたよ。でも昨日、佐藤隆の裁判見事に勝ちましたので、やはりちゃんと主張して証拠をつければ勝てるっていうのは、相手が弁護士でも問題ない。まあ普通弁護士は和解を言う、そうです ね、はい、勝てないと思ったら和解なんですけど、ちょっとついでに佐藤隆のやつ軽く言っときましょうか。どうぞ。佐藤隆とお母さんを共に2人被告として提訴してきました。で、まあ、金額はちょっとね安く160万円にしましたけど、まあ、なぜお母さんまで被告になるのかについて簡単に言うと、もうめちゃくちゃ分かりやすくて、サーファー隆のチャンネルはチャンネルの下に流山、なんとかって書いてあるんですよ、お母さんの名前が。であのチャンネルはお母さんが運営してるんです。
で、お母さんのところにお金が入ってきて、サーファー隆は自分から僕はニートだって言ってるわけですよね。つまりサーファー隆の活動費はお母さんが出してるんですよ。いわゆる YouTube の活動費をお母さんが出して、YouTube の収入は広告収入や一般の人からの寄付、まあもちろん投げ銭とかはお母さんが受け取ってるだろうと思われます。事務所もお母さんの持っているマンションなんですよ。で、サーファー隆はなぜかそこには住んでるんだけども、第三会場を免れるためにどうも住民票を移しているようなんです。いわゆる強制執行妨害罪って言って、財産が強制執行を逃れるために住民票を別のところに移していることが分かれば、ひょっとしたら捕まります。これ結構罪重いですよ。そもそも住んでるところに住民票を置かなきゃいけないって法律があって、それ罰則ありますから、ね。だから昨日僕それを言ったらさ、私顔ビビビ引きつってたんですけど、まあお母さんがやってる事務所まで出してるわけです。お母さんの住所でね。だからサーファー隆はチャンネル運用しているけども、2人で共同、お母さんと共同経営しているから、その共同経営している YouTube チャンネルでブローカー敦彦と杉田がやっている犯罪行為ですね、名誉毀損の凱旋を撮影してアップロードしている。これは分かりやすくというと、例えば公然わいせつ罪、ね、おちんちブラブラさせながら歩いている人がいますと、それはその人は公然わいせつ罪、それを撮影してネットにアップロードしたら、わいせつ物陳列罪、他人を名誉毀損している映像をですね、それを知っても知らないのは関係ないんです、民法、民事がね。7000万円俺がヤクザから借りてるなんて普通の人信用しないじゃないですか。普通の人は黒川君のところに行って、そんなこと言ってるけど証拠あるの見せて、その証拠を確認してアップロードするなら分かりますが、証拠も確認せずに立花が7000万円のお金をね、暴力だから借りてるなんていうのをそのままアップロードして、今現在もアップロードし続けてるわけですよ。どう考えても、こんなんめちゃめちゃ簡単な話ですよ。まあ、そうですね。あのコンプライアンスがしっかりしてるテレビ局と比較してみれば、ね、あの分かると思うんですけど、テレビ局はやっぱそういう犯罪行為とか名誉毀損してるものって安易にこう撮ってライブで流さないですよね。それはやっぱあの危険だから自分たちも、まずライブはやらないです、ね、やらないですよね。でやるにしても必ずモザイクをかけたりとか、大事なとこピー音つけるんですよね、うん、それからもしくは反対意見をつけると、うん、7000万円って言ってるけども立花さんに聞いたところ、立花さんそんなから借りてませんってやればそれは公平なんですけど、一方の静岡だけをかけてどんどん出しちゃうとね、それはもちろん心中者いるわけですよ。サーファーの動画だけでもやっぱり6000回とか回ってるので、これからもそれを消すつもりがない。で何よりも彼はこれからもやめないって言ってるわけですよ。とするとですね、わいせつ物陳列罪と同じように名誉毀損に関してそれを拡散すると名誉毀損の幇助っていうのが適用される、まあ共同不法行為とかになるので、名誉毀損の正犯、まあもちろん黒川と連携を取っているということからすると、名誉毀損している黒川と共同共謀正犯というので、名誉毀損罪で捕まる可能性もあるけど、これね繰り返しやると捕まりますから、ね、あの1回2回やってあとごめんなさいは捕まらないですけど、こんなのをねたかが民事だと思ってずっと繰り返していたらそれは捕まりますからね。さっき警告しておきますよ。黒川とかもずっと言ってる通り警察が動いているので、そこと仲良くしてて黒川の活動を YouTube なんかでアップロードしてるなんていうのは警察も目をつけるに決まってるじゃないですか。だからサーファー調子乗ってますけども、この裁判はもう間違いなく僕はもうこれこそ勝てると確信してます。だから普通に弁護士のお願いに行っても和解を進められると思います。金額の交渉だったらやってもいいけども、裁判しても勝てないというのがもう証拠バッチリ残ってますから、だからここについては僕は本気で行くために、前回10万でしたけど今回は160万円ということになっていますので、お父さんも心配しますよ。サーファー君、お父さんはちゃんと結構 まともに働いてというか、ちゃんと家庭も持ってやっておられるようなんで、お母さんが訴えられたらサーファー君だけじゃなくて弟さんも心配されてるんでね、男ならね謝るときは素直に謝ったら、いつまでも調子乗ってねやってたらそれは本当に家族全部に迷惑かけるからね。僕は謝ったら許すから。あと裁判官経費もしときました。12月18日の判決はおそらく伸びると思います、はい、今日の裁判 もう完全に押し気味なんで、正義は勝つということでご期待いただきたいと思います。あのまあええねんけど、ちょっとおめでとう。で君住民票どこに置いてんねや。何が君住民票ちょっと違うやろ。
何を？財産開示請求してんねんけど。うん、すりゃいいじゃん。やってんのよ。君が住民票を住んでるとこと違うとこに置いてるから、そうなの？教えてくれない？すごい妄想じゃない、それ。妄想じゃないよ。もう全部調べてるから。頑張れ。いや、だからさ、頑張れ。財産開示請求やりたいんだけど。頑張れ。うん。それだけよ。そう、やればいいじゃん。だから実際住んでるところと住民票を置いてるとこ違うよね。いいよ、まあまあそれはいいね、それはもうすでに弁護士が調べてるからいいんやけど、で特段だからもう、謝罪するつもりもないようなので、ないよ、当たり前でしょ。じゃあもう控訴と新規提訴するから、はい、格闘は格闘すんの、はい、OK、 格闘どうすんの、格闘お前がセットしてるやん、いやじゃあお前が俺出すとろうよ、なあお前がやるっつうな、おいなあ元気やね、おい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 、NHK を復興は